だろう。かわいい。かわいい。パシャリ。福士田神社さんに来ました。大きい鳥居がこっからもう参道なんだ。行ってきます。なんてかわいいパン屋さん。かわいい、かわいい。あ、これやばい、これやっぱ、ただでもね、パンね、売り切れました。頑張ります。福士田神社です。忘れてた、見ずに帰るところだったよ。雨傘。走る。本当にたらこの自販機だ。すごい、全部たらこだ。すごい、全部じゃなかった。美味しい。食べさしですいません。ごめんなさい。光ってる。わかる？光ってる。いただきます。わあ、超川沿い最高に気持ちいい。めっちゃいい。ほろ酔いで歩くのにちょうどいい。まあ、今からね、まだ食べるんですけどね、もつ鍋に行こうと思ってます。帰ろう。おはよう。いいね、気持ちいい。
いてんのかな。そりゃ撮るわ。すごい。かっこいい。まあまあ多いな、お客さんも。売ってるかな。あ、売ってる。はい。お正月は？あの元々これあの創業当時はずっとこの清洲保存協会の方たち、これを作っている方たちですね。あ、本物の大きさの。これ同じような手作りで作ってくれてるんですけど、かわいい。後継者の作る方たちがご高齢になって作り手がなかなかちょっと、はい、いない。なので1年かけてこの10個以降を作っていただいて、そしてお正月の1月1日から入れ替えて数量限定でいたします、はい、そうなんですね。今年は2月の第1週で全部完売になりますね。だいたい6000個ぐらいで利用するんですけど、すごい。もうファンが多いですのでですよね、はい、かわいい。皆さんもこういったいと、はい、よかったら撮ってください。 ありがとうございます。わあ、かわいい。ありがとうございます。発送5キロの前、お正月前とか後にあの全国発送も承ってますので、発送までは、はい、レターパックでお送りすることができますので、はい、おみくじ引かせていただきます。あなたにします。栗にしよう。残念すぎます。お休みです。でもちょっと奥まで行ってみようか。トンネルまで行ってみようか。あー、ここでお茶したかった。やっぱりトンネル諦めます。無理です。また来ます。大吉。
たが一番の大吉でした。おお。小倉駅です。今からフェリー行きのバスにね乗ります。小倉といえば松本零士先生です。着きた。かっこいい。大きいな。どこだろう。展望デッキに出てきました。わあ、すごーい。ああ、それが。太陽光フェリー。よいしょ。歩くとなんか全然感じない。お風呂こっちだ。あとで一応あとで来ます。行きます。行こう。なんかね、ここだ。真っ暗だもん。あー、真っ暗だ。何も見えなくなっちゃった。